です。どうかな、始まった？聞こえますか？はい。というわけで、池田ミノルクのそんな感じでお願いします。EX4 ということで、今日のゲスト佐藤剛さんです。はい、佐藤剛です。どうもよろしくお願いします。こっちか。はい。大丈夫ですか？入ってますか？大丈夫ですか？あ、俺入ってなかった。マイク入ってなかった。池田ミノルクのそんな感じでお願いします。EX4 ということで、ゲスト佐藤剛さんです。よろしくお願いします。時間が戻りましたね。佐藤剛さん、元西武開発、そうですね。作曲者ということでね、ゲームミュージックコンポーザーとなっておりますけれども、まあみんながアーケードゲームファンが知ってそうなゲームだと、まあライデン2、そうですね。バイパーフェーズ1、ライデン DX、 そうですね、あとはライデンファイターズ1と2ですね。そして2000年代に復活したライデン3、ライデン4と、そうですね。細かいことを言うとですね、西武カップサッカーとか、そうですね、ゼロチームとかね、そんなのもやりましたよね。西武開発の90年代のゲーム音楽を支えたコンポーザーになっておりますけれどもね。で、2000年代に入ってね、さまざまな他社さんのゲームの曲とかも、トライアングルサービスさんとか、そうですね、いろんなシューティングゲームの音楽に携わったりだとか、そうですね、今はソーシャルゲームの世界で、いろんなゲームのどっちかというとそっちばっかりですね、今ね、楽曲やっていただいているというような流れでですね、なんとその郷さん、およいまた詳しく説明するんですけど、簡単に言ってしまうと、郷さんのライブ活動を通じて、バンド活動を通じてゲームミュージックのその生演奏っていうのを2010年ぐらいからずっとやってるんですよね。そうですね。もうかれこれ今ちょうど5年、現在2011年に初めてステージに立って、丸5年と。丸5年やっている。もう結構ね経ちますよね。そうですね。結構な気がつくと5個年取ってるみたいな。そうですよ。そうですね。先に言っちゃうとね、直近で。8月の今月の21日、東京の山手線の駅で大塚ですね、ウェルカムバックさんというライブハウスがあるんですけど、8月21日の日曜日、8時からウェルカムバックさんで郷さんのバンドのライブがあるというところで、今日は急遽宣伝を兼ねて、あと郷さんの遠いファンの人が老害たちと語れるように、ぜひ語っていただきたいなと。基本からちょっと郷さんのことを叩き込みたいなと思って、郷さんの楽曲いっぱい流して、ちょっと郷さんのことをファンになっていただければなというような流れの配信となっております。ということでね。で、郷さんあれですか、今やってる仕事とかちょっと言える範囲で。そうですね。今会社名を出すのやめようかな、一応、多分大丈夫だと思うんですけど、とあるソーシャルゲーム、スマホゲームとかをメインに作ってる会社のサウンドクリエイターとして今、在籍、もう10年、そこにいるんですけど、タイトル名も一応出すのやめとこうかな、それはおいおいね、そうですね、直近だと、スマホゲーの乙女ゲームとか、今年は人生初めて乙女ゲームを担当するんですけど、やったりとか。あとウェブ漫画サイトも運営しているので、その絡みで例えば PV の音付けをしたりとか、今ではすっかりそういうウェブとかそのネットに特化というか、そういったゲームだけではそういう映像コンテンツの音付けの仕事をします。なるほど。じゃあもうこの業界入ってからずっと音楽作り続けてる。そうです。おかげさまでなんとかもう今年で確か24、5年ぐらいやってるんですけど、基本的にはずっと音を作るような仕事を続けてきてますね。いやでもすごいね。24、5年？そんなに経った？91年ぐらいに西武開発入ったのが初めて。デビューが西武開発。そうですね。だから25年ぐらいになるのかな。あれ西武開発入って一番最初に作った楽曲ってあれ？西武カップサッカー。西武カップサッカー。あれがそうデビュー作という。あれがデビュー作。そこからじゃあ乙女ゲームに。まさかの乙女ゲームです。ライデンを経ていろいろね形を変えつつ気がつけば乙女ゲームやるようになって。で今って郷さん現場もそうだけど結構いわゆる音楽部署のいわゆるそのトップというかプロデューサー的なあれなんでしょう。そうですね。ディレクションっていうか、ディレクター。簡単に管理職的な。まあ役割をしてますね。年齢的にもそうですよね。さすがにそうですね。この年齢になるとずっと続けてるとそうか。そうですね。でもたまに現場でまだ作曲もしてる。そうですね。まあ3人しかいないので、まあ普通だったら例えばマネージャーとか管理職っていうのはまあそれに特化するじゃないですか。まあ3人だとリソース足んないんで、どうしてもそれ作りながらも管理しなきゃいけないっていう形で、すげえ大変なんですけど、まあそういう形で今まあ忙しくやってますけどね。わかりました。じゃあそんな郷さんの歴史をまあ振り返っていく意味で、楽曲を流そうかなと思ってますので、ちょっとなんか懐かしい、懐かしい系の感じで、西武ガールズさんのゲーム、ライデンっていうゲームが90年に出てるんで、正確に89年出てるんだけど、90年出てて、すっごい売れた縦スクロール型のシューティングね、まだ入る前だけど、売れてるのはね、知ってましたからね。まあね、郷さんも僕も同じ。そう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 、まさかのね、時期は全然違うけど、同じね、まあなしてたわけですよね。そう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 。まあその雷電爆ヒットした雷電の続編、これもまた爆ヒットした雷電2、雷電2というゲームが郷さんが作曲したシューティングゲームというところで、じゃあ楽曲いきますかね。そうです、早速聴いていただきましょうか。2曲続けてお送りします。雷電2からレベル1、なんて読むんだこれ、レベルとレピテッドトレ、わかんない、わかんない、自分で名前つけてもわからない。いや、まあよくね、わかんない。まあいいです。まあレベル1、そしてレベル4、レベル4とこれ読めるぞ。バーンとファイフィレットフィールド、はい、じゃあ2曲続けてお送りします。そういう曲名なんだって、そうだ、今知った今知ったみたいな。どうぞ。ライデンツ久々にちょっと聞いちゃいました。しんみりしちゃう感じなんですけど、でもライデンツのこのちょっとこう哀愁漂うというと、まあ悪く言っちゃうと演歌みたいな、まあそうですね、昭和歌謡とかよく言われますけど、昭和歌謡的なこの音楽性っていうのは、いわゆる郷さんの音楽性ではない。正直言うと、ライデン1っていうのは西武入る前から知ってて、で曲も知ってたので、正直当時はあんまいい曲とは思ってなかったんですね。だから2担当するときに、いや俺はそうはしない、もっと勇ましくね激しい曲にしたいってで最初にそういう曲作ったんですよ。まあそれがバイパーの8面だったりするんですけど、なるほど。そもそもバイパーの8面の曲はライデン2の1面を想定して作られた。そう、一番最初に作った曲ですね。そうなんだ。じゃああれの2151バージョンとかあったりするんですか？あれあるんですよ、あるんですよ。え、そうなの？ただもう音源はない、残念ながら手持ちにもないっていうか、それは残念。そうそうそう。んで、いや勇ましすぎる、来年はそうじゃないって言われて、もっとこう切なく哀愁漂う曲調じゃなきゃダメなんだ。ゴーくんちょっと違うなと。そうなんですよね。もっと前川清っぽくならないのかな。前川清なんですよね。なぜ前川清か、これは後付けで知ったんですけども、本当ここ1年ぐらいで知ったんだけど、浜田社長と会ってこの話をした時に、まあこういう曲作れって言われたから作ったんですって言ったら、そりゃそうだよなっつって、その当時のその企画者はこう前川清が好きで、仕事をしながらこうヘッドホンで前川清を聴きながら作ってたぐらい好きなんだと。いや俺本当にそれはその人いかれてますね。でちょっとね、そう違う切り口だなと思って。そうですか。そうなんですよね。でもそのおかげでライデン2って割と捨て曲ないじゃん、なんつうの、まあ哀愁漂う感じでまとまってるじゃないですか。そうですね。もう全面それでいかなきゃダメだって言われたんで。いや前川清再評価の流れがね、ちょっとこう佐藤剛とライデン2を通じて出る可能性があるということですね。ゲームミュージックで感じるこう前川清みたいな感じ。なるほどね。そうなんですよね。西武カップサッカーでデビューして、その後がライデン2、次がねゼロチーム。あ、ゼロチームは先ゼロチームだったんですよ。あ、ゼロチームも2151でなった。あれね3812です。あ、3812だった。3812。あ、なるほど。じゃあ今回新しい音源でチャレンジする形になったわけですね。そうですね。で当時2151はとっくに出てたんで、3812最初はこんな古い音源でやりたくないやるのみたいな逆に思ってて、でやっと2になって、あ、やっと俺の知ってる音源来たみたいな。2151使えるやったわ。ああ、そういうイメージだったんだね。なるほどなるほどなるほど。だってもうコナミさんとかね。ナムコさんはもうね、オール PCM みたいなね勢いですもんね。まあ西武ガヤさんはほらやっぱどっちかっていうとほら大手っていうよりも中小企業頑張ってるまあそうですねゲーム会社さんだったんで、まあやっとその基盤の性能が景気とともに上がって、そうですね、やったみたいな感じで、やったってやっと使えるって。あれちなみにライデン2の音源ってあれって PCM って何音使えたんですか？あれ PCM はまあオキのワンチャンにしか出ない PCM チップを 2個積んでたんで、まあ2音同時に出せるっていう。2音しか出せないから。で1個はドラム専用、まあ音楽専用。あ、2151っていうのは FM ヤマハの FM チップです。で2151を使った名作ゲームっていうのはすごく多いんですよ。そうですね。ナムコさんとか一世を風靡したぐらいのね。そうそうそう。でやっとその一世風靡した2151っていう石をですね、そうそうそう、西武開発が使えるようになったんです。そうそうそう。でそれで郷さんがライデン2を作るという流れです。そうですね。はい。すみません、なんかわかんない人ごめんなさいみたいな。もうすぐ置いてけぼりしちゃう。ね、こうやっぱ知ってる体で話してしまう。ついてこいよっていうね。わかりました。でPCM が一応2チャンネル。2チャンネルありましたね。あった。でそれはドラムのスネアの音とキックとスネアタム、あ、なるほど、同期しないようにこうバラバラになってるわけですね。それを1音で済ませて、あとは効果音、あとはまあ効果音専用っていう形で、まあ主に爆発音でしたけどね。いわゆるチュドーンとか、そう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 、ショットの音とかは FM、 あれはね FM のその2151っていうのは8個同時に音出せるんですけど、曲で使っているのは5音で、残り3音をそういうショット音とか効果音に当てたっていう。なるほど、そうなんですよね。なるほど。ちなみにすっげえマニアックな質問して、もう置いてけぼり全開なんですけど、すっげえマニアックな質問していいですか？なんですか？サイトロンからライデン2のサウンドトラックがあれ当時92年か3年ぐらい出てるじゃないですか。うん、そう3年ぐらい出てるじゃないですか。で、あれあのライデン2の音、あの音源って、ハイハットの刻みが入ってるんですよ。あ、はい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 。あれって、FM で入ってるの？あれはもうちょっとね、だいぶ昔の話で、なんつうのうろ覚えなんですけど、うん、確か、FM で作ってたと思うんですよね。あ、本当に。でこれがさ、まあそっから十数年経ってさ、俺が来電 IN 株式会社 INH が来電2のサウンドトラックを復刻するときに、まあ参考までにサイトロンの曲、あのサウンドトラック聞くわけですよ。で、ん？なんかハイハットの音が鳴ってるぞっつって、でも俺んちの基板からこのハイハット鳴ってねえんだよ。ああ、なるほどなるほど。あれ基板壊れてんのかなと思って、で来電2他にも持ってる人に基板借りてこうと聞くんですけど、やっぱなんないんですよ。なるほど。でもこのサイトロボは入ってる。あれって足したあれね、これも記憶曖昧だけど、確かもともとはそのハイハット入って作ってたんだけど、そのさっき言ったように5音までしか音楽に使えないってとこで、どうしてもハイハット入れると薄くなっちゃうことが、じゃあどうしようかなと思った時に、いやもうハイハットのパート消しちゃえと。ああ、ミュートしちゃえと。それがそのゲームに入ってる、基板に入ってる音で、サントラの時はまあそのなんだ効果音に使わなきゃいけないとかっていう制限がなくなるから、じゃあもともと入れてたハイハット、外したハイハットをじゃあ入れちゃえって言って。あ、そうだった。そうなんですよね。なるほど。だからそう、まあオリジナルとはちょっと違うっていうか。なるほどなるほど。それでちょっと感じが違かったと。そうですね。まあだからうちとかティームさんからライデン2のサウンドが出てるんだけど、まあ音質的にはすごくいい状態では取れてると思うんだけど、実はサイトロン版も熱いっていうのをちょっとここで教えてあげたいからみたいな。違いがある。ライデン2のマニアとしてはちょっと教えてあげてる。はい。じゃあ引き続いて、ライデン2の後に、まあ1年後にライデン DX っていうゲームが出て、まあそれはライデン2のまあニューバージョンみたいな感じのゲーム性になってて、まあライデン2とほぼほぼ楽曲、まあ一部ライデン1のアレンジを郷さんがやってるっていう部分もあるんだけれども、まあそれ流してもちょっとあんまり変わりがないんで、家庭用のライデン DX の曲をちょっと1曲だけね聴こうかなと思ってますけれどもね。先ほど冒頭で流れたライブ音源「コンフリクト」って曲なんですけど、あれもその家庭用のライデン DX ニューリリースと呼ばれてるその項目各種オプションでそれを選ぶと流れる楽曲の一面の曲なんでね。そうですそうですそうです。じゃあいきますか。そのニューリリース、家庭用プレイステーション版のライデン DX のニューリリース版のミッションストライカー2面の曲です。2面ですねこれは。はい、じゃあお願いします。いや、はい、久しぶりに聞いたんですけど、俺も久しぶりに聞きましたね。かっこいいね。ありがとうございます。いやー、まあ西武開発さんって割とそのプレイステーションのそのいわゆるローンチに近い形で参入してたじゃないですか。あれ結構サウンドドライバーとかこういじるの大変じゃなかったですか。まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、やっぱプレステ初期のそのドライバーってまあ簡単に言えばバグバグで、なかなかこう仕様通りに操作してるのになんかまあフリーズしたりとか思い通りに動かなくて、正直相当苦労はしたんですよね。なるほどね。でさ、このなんていうのかな、その別にアーケードの移植もののソフトなわけじゃないですか。なんであえてアレンジ入れようと思ったんですか。全曲、しかもこれ皆さん知ってる人は知ってるんですけど、ちゃんと各ステージごとに別の曲が入ってるんですよ、ライデン DX の過程を。まああれですよね、まあ移植だから、まあ、元と同じっちゃ同じじゃないですか、でやっぱりまあ、一応新しく製品として作るので、やっぱ付加価値があった方がまあなんだろう、楽しめるっていうところで、なんか移植だとまんま移植よくできてるとかっていうところで終わっちゃうじゃないですか。じゃなくてやっぱりそれのプラスアルファの楽しみっていうのは持ってほしかったなと思って。なるほどね。結構きつかった覚えなんですけどね。いや大変でしょ。だってさ、普通にオリジナルとニューリリースっていうのをオプションで選べるんですよ。それでその基盤のライデン DX の音を内蔵音源で似せようと作ってるよね。そうそうそう、もちろんもちろん。その1個前にライデンプロジェクトっていうのでライデン2の曲は鳴ってるんですけど、内蔵音源でそれもまたアレンジバージョンがあったりするんだけど、であれさ、すごいなと思ったのが、家庭用のライデン DX のオリジナルの音と、ライデンプロジェクトのライデン2を選んだ時のオリジナルとで違うよね。まあそうですね、やっぱり作り直してるでしょあれ。作り直してる、作り直してる。すげえなと思って。やっぱりプロジェクトは本当に初期の初期なんで、なんかさっき言ったように音を出すのも一苦労みたいなところで、形にするのが精一杯だったんですね。でまあ DX の時は多少こなれてきて、いろいろこうもうちょっとアーケード似せられるなみたいな、151に近い音色だった。そうそう、技術も上がってきてっていうところで、まあちょっと出音は良くなったのかなと。であとそのアーケードのライデン DX ライデン2はモノラルなんだけど、ライデン DX 家庭用のライデン2とライデン DX ちゃんとステレオに割り振られて、すごい手間暇かかって作られてるソフトというのをここで駿河屋でね800円ぐらいかもしれないけどね、ここはちょっと伝えておきたいなと思って。でさっき今のミッションストライカー、レベル2の曲なんですけど、結構この縦乗りファンキーな、そうですよ、ファンキーなチョッパーベースとか入ってて、ちょうどこの時代ファンキー大好きでずっと聴いてたんで。で郷さんのその音楽的ルーツの話をしてしまうと、いわゆるこういうちょっとロックよりフュージョンロックみたいな、そういうのが好きだった感じ。そうですね、まあ言うたらあれですよ、それまでっていうのはまあロック、メタルとかはそれはそれで聴いて、一方でその T スクエアとかフュージョンも聴いてきたので、アウトプットとしてはねロック寄りのフュージョンとか割とそういうのはよくやってたんで、当時のサウンドとしてはその辺が一番こう強いのかなと。発売された時期が96、7年っていうところの時代性も含めて、そうですね、その時の一番最新の音を届けたいなみたいな。そうですね、前川清もいいんだけどさみたいな。そうですね、ある意味この辺だと前川清縛りがちょっとなくなってきたんで、なくなってきた。じゃあ俺の好きなようにやらせてもらうわみたいな感じで。そうですね、なるほどね。ちなみにバンド、さっきね冒頭でバンドで郷さんベース弾いてる映像流れたかと思うんですけど、ずっとベースだったの。一番最初本当に高校生の時はドラムやってたんですよ。ドラムなんだ。ドラムやってたんだけど、DTM の世界とそのいわゆるバンドの世界を両立してたってこと。そうですね、当時は DTM というよりはもう本当になんだろう、パソコンのこのね内蔵チップをプログラム的にこう打って作るみたいな、いわゆるそのベーマが投稿しちゃう派でしょ。投稿して乗っちゃう派みたいなんだけど。そうですよね、シティコネクション乗ってるぞっていうね。それをやる一方でやっぱり演奏っていうのも興味があったんで、じゃあそれを両立してた当時からでもやってました、すごいよね。である意味演奏は今若干鍛えられてこう改善してるけど、当時本当にひどいぐらいリズム音痴だったんで、リズム音痴のやつがドラム叩くのもおかしい話じゃないですか。なので俺には無理だなと思って、基本的には諦めた、そっちは。で一時期はもう DTM 打ち込みオンリーの時代もあったんですけど、スタートとしてはどっちもやってたって感じですよね。なるほどね。じゃあまあまあまあ、そのスキルの差はあるにせよ、若い時から高校生時代からまあそのような活動は両立していたと。そうですね。投稿プログラム勢でありながら楽器もやっちゃうよみたいな感じで。そうですね。ベースを、そのドラム、じゃベースを触ったのって結構後ってこと？ベースは高校3年の時ドラムやってたんだけど、その高校卒業したぐらいからもうすぐにベースに転向して。そうなんだ。なるほどね。ドラムやりながら自分には向いてないっていうのを感じたのと同時に、そのスラップベースの音、ベン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 っていうあれがなんかすごくやっぱこうかっこいいと思って、で俺かっこいいと思うとすぐやりたがるので、実際やってみたいと思って。なるほどね。まあその辺も重要なファクターなのかな。そうですね。で以後ずっとねベースを弾き続けて。わかりました。じゃあそろそろ楽曲いきたいかなと思います。前川清縛りがなくなった佐藤剛がどういう曲を作るかっていうところで、その後出た95年のアーケードゲーム「縦スクロールシューティング」「バイパーフェイズ1」の曲じゃあいきたいかなと。2曲続けて「ゴーストレートアヘッド」メジャーですね、1名の曲。そして「フェイシングブレイクスルー」ステージ4の曲、2曲続けてお願いします。いやなんかね久しぶりにバイパーの曲でじっくり聴いたんですけど、かっこいいですね。しびれましたね。制限解除された、制限解除、前川清を忘れた佐藤剛のあの魅力大爆発みたいな感じで、で僕その今2曲目に4面の曲でフォーシングブレイクスルー、これを選んだすごい5面の曲と悩んだんですよ。で先ほど郷さんの流れてる間教えてくれたんですけど、この4面の曲っていうのがそのライブの初期佐藤剛バンドの初期演奏してたっていうイメージもあったんですけど、大体ねみんなねバイパーやるとね4面で死ぬんだよね。2面がまず最初の壁で、次の壁が4面で、結構印象深い曲かなと思って。なるほどね。結構じゃあそこ聴いてる人多いみたいな。で今前川清忘れた佐藤剛って言ったんですけど、でもやっぱバイパーフェーズ1の楽曲何がいいって、その郷さんの音楽性大爆発もあるんだけど、アレンジの部分とかでもやっぱどっかキャッチーなんですよ。でもそこはなんだろう、キャッチーであるべきっていうのは一つ考えとしてはあるんで、まあメロディックですごい聴きやすいみたいな、すごい万人受けするメロディーみたいな。だ俺ね前川清縛りでライデン2をやったことってすごく勝手ですよ、勝手なユーザー心理として、研究家と佐藤剛研究家としてすごい必要だったんじゃないかなって思わせる部分で、そこの4面の曲好きなんですよ。2面も3面も全部そうなんですけど、5面の曲もねすっごいいい曲で、もう本当迷ったんだけど、5面もねなんかね演奏してみたい、唯一あれだけちょっとこう落ち着いた曲っていうかね、落ち着いた曲でガラッと変わるんですよね。中間のデモがバイパー入るんで、雷電みたいに入るんで、その後に一発目5面の曲聴くとなんか俺先進んだみたいな感があるんですよ、プレイヤーとしても。その辺もあってバイパーは本当にすごい音楽的にすごいよくできたゲームだなって思いつつも、でも先ほどからいわゆるフュージョン的なアプローチっていうところで音楽性のルーツの話してしまうと、でこの SPI ボードっていう基盤に95年バイパーフェザーって音源がかなりパワーアップされてる。もうそうですね、やっと大手と並んだかなみたいなね。基本的には PCM 全部使えるみたいな。それでこう好きなことがやっぱできるぞみたいな。そうですね、やっとこう作風は解除され、そして音源とかそういう性能的にも解除されたような、もう大体思いつくもの全部入れられるみたいな、そんな感じの状況になっていったと。じゃあもう本当溝を得た魚の郷さんの当時のマインドがバイパーフェザーには全部詰まってる。もともとやりたかったレベルとかやり方方向性がやっとここで全部盛り込めたっていうか。なるほど、そうなんだね。チョッパーの音とかも結構ライデン2のベースの音も結構いいんですけど、結構もうすごいキレキレの。そうですね、やっぱりなんだろう、チョッパーのああいうフレーズってやっぱライデン2とかに合わなかったと思ってるんで、今となっては。その代わりバイパーではそれが合うと思ったんで、もう結構チョッパーの曲もね多かったと思うんですけど、そういった意味で積極的に使っていますね。ちなみにその郷さんのルーツを探るっていう部分で影響を受けたミュージシャンとか、じゃあ先に影響を受けたそのゲームのタイトルとかゲームコンポーザーっています？まずやっぱり細江さんですね。やっぱりドラスピンも好きだったけど、やっぱり僕はドラゴンセイバーがやっぱ一番こうなんか自分の中にこう残るというか、俺もこんなことしてみたいっていう思わせたものなんですよね。他にいます？いっぱいいますよね。それこそね、小四郎さんももちろんそうだし、セガだったらファンキーケイジさんとかね、サンダーブレードチョッパーですもんね。あと広志翔だったりとか、アウトランとかアフターバーナー、スペースアリアと。そうですね、じゃあそういう頃の当時勢として通り過ぎた楽曲はもう聴きに聴き込んで、その辺はね多分皆さんと一緒で影響されて、でそれがこう自分でいいと思ったものをこう取り入れて自分なりのアウトプットに変えてるみたいな感じですかね。なるほどね。ちなみにじゃあゲームミュージックではなく通常のその音楽バンドとか、そっちはどうですかね？そっちはまたねちょっと違うっていうか、高校生ぐらいになって本当に初期から話すと、最初ポール・モリア好きだったんですよ、小学生。そうなんですか。だからそのメロディアスというか臭さというか、多分その辺から僕来てると思うんですけど、で高校生ぐらいになるとバンドとかも始めて、その時はねそのバンドのギターがメタルが好きで、はい、でそいつの影響でもうメタル一辺倒みたいな。メタル一辺倒、バンドでいうとメタリカとか、あもうメタリカとか、まあ、メガデスとかアンスラックスとか、あ、まあ、当時主流だったスラッシュメタル、スラッシュメタル、そうですね、あの辺すごいいっぱい聴いてて、はいはいはい、でその後になると、まあ、高校の時そのメタル聴きながらフュージョン T スクエアとか、あ、両立してたんだ。両立で並行してたんですけど、すごいな、それができるってのはすごいね。でも自分の中で自然なんですよね。まあ自然、まあ好きなもの、どっちもいいし好きだしみたいな感じで。ただそう高校卒業したぐらいになると、まあメタルはもうとりあえずちょっと自分の中で一段落して、まあフュージョンそのまま進んでって、でフュージョンでもファンキーな曲もあるじゃないですか。まあその流れで今度ファンキー、フュージョンよりもファンク、ファンク的な、ファンクをこう追求したくて、まあ言うたらあれですよね、まあジェームス・ブラウンとか、ジェームス・ブラウン、ああなるほどね。で一番長く影響を受けたのはファンクかもしれないですね。20代はほぼほぼファンクばっかだったんで、いわゆるその黒人が作る音楽にこう傾倒していく、傾倒していったっていうか。なるほどね。まあ、ゲームミュージック一つにもこうさまざまなドラマがあって、まあこう構築されていくというような流れで、わかりました。そんな95年水を得た魚の佐藤剛が96年に指定を受けたのがテクノ。そうですね、これがまたね全然違うじゃねえかよ。全然違う。そうだ、これもまあ一つの、ね、ゲームミュージックの流れとして、まあ そうですね、もうその頃にはもうね、レイブレーサーだ、ね、あ、じゃあごめんなさい、リッチレーサーだったりとか、あと佐野伝次さんのあのマッハなんだっけ、ね、ニューマンアスレチックとかね、ハブレーカーズとか、まあ、いろいろ出てきたと、ね、そうなんですよね。そんな流れでいきなり水を得たってたのに、テクノを作れと指示が飛んだ。全く聞いたことないテクノ、全く聞いたことない佐藤剛、作れと言われて、じゃあ作りました。じゃあまずは聞いていただきますか。とりあえず聞いてもらいますね。はい、96年、テクノサウンド、ライデンファイターズ、2曲続けて、森林ステージ、海洋ステージお願いします。はい。ンション上がるね。ありがとうございます。いや、あのさ、俺の話しちゃうってあれなんですけど、いや僕ってまあちょうどまあ郷さんと世代そんな変わんないんですけど、まあ結構そのロックサウンドがすごい好きで、でメタルとかすごい好きで、で90年代のオルタナ系、いわゆるニルバーナとかさ、いわゆるちょっとパンク寄りの音楽が混ざってきて、なんかイングルベイ丸娘みたいなこうヒラヒラしてる格好してるとなんかダセーみたいなさ、ちょっとねそっちも変わりつつあったんじゃない、ファッション的にも。でそんな中生きてきて、で時代はジュリアナ東京だみたいな、まあねそんな時代でしたよね。もう俺からするとそのああいう OK みたいなのがもうダメで、正直。ああ分かります分かります。でゲームミュージックの世界が和さんとか、別に和さんのことは否定するわけじゃないんだけど、和さんって誰だよって話なんだけど、そのゲームミュージックがその割となんかテクの慢性みたいな空気になって、まあでもなりましたね。いやクラブ遊びしてたやつからするとお前らが出せんだよっていう話なのかもしれないんだけど、俺正直当時のナムコのサウンドに全然嫌悪感。あはい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 。いやドラゴンセーバーはさっきね、ドラゴンセーバー大好き、ドラガノと大好きね、ドラゴンバスター大好き、大好きですね、ブレイザー大好き、ゲンペとマデン大好き、メタルホーク大好きじゃないですか。そっからなんか急になんかレッツゴー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 みたいなこと言われちゃったんですよ僕。ああ言われちゃった。僕もうがっくりしちゃって。ああでも気持ち悪い。和さんとかは最先端の遊びしてたから佐野さんとかの曲聴いて、おこんなのゲームで流していいんだみたいな感じで言ったじゃないですか。僕ダメで、ああなるほど、あちょっともう俺居場所ないかもってサントラちょっとこう買うのやめた時期みたいな。はい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 、そうなんですね。でライデンファイターズですよ。あライデンファイターズでれ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 って流れるじゃないですか。なんてかっこいいんだと。ありがとうございます。いや本当にテクノ好きな人は郷さんが慣れないテクノをやる、慣れないですねこの時はね。これ皆さん気がつきました？ずっと同じフレーズをこう違う感じに聴かせていく曲調になってるんですよね。そうですね、リフ推しでで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 でが次はタタ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 つって、でもやったこと一緒なんですよね。まあまあそうですね、やってること一緒ですね。これがねメタリカみたいでかっこいいんだよねスラッシュメタルの系譜。まあなんだかんだテクノやろうとしたけどちょっとやっぱりね、もともと土台としてはメタル通ってるからメタルっぽくなったのかなって結果的に。これがねもう僕最初ライデンファイターズ聴いた時になんてかっこいいんだと思って。ありがとうございます。で画面に合ってるし、あの音色かっこいいですよね。なんつうのこう圧迫感があるっていうか、なんかこっちにこう緊張感を与えるというか、なんかそのやわな音色じゃないじゃないですか。はい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 。ギラギラしたザラザラした。そう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 。あれがね痺れちゃいましたね僕は。あそうですか。ありがとうございます。もう大好きですねライデンファイターさんは。ありがとうございます。未だに。当時ってそういうそのまあその当時のゲームミュージック界の流れとかもあるんですけど、やってる本人はどう思ってたのかなっていうところで。作ってる僕があるんですが、どっから話すのかな。まあ僕もどっちかというとテクノは興味ないからこそライデンファイターを手掛けるまで聞いても来なかったし、もう周りはねゲーム業界っていうのもそうだし、僕の友達とかもみんなもうテクノ一辺倒にダーってこう切り替えてたんですけど、そこには僕なんかまあなんとか興味ないっていうだけでそこには乗っからなかったんですよね。でまあ仕事だからやらなきゃいけないじゃないですか。そこでやべやべ聞かなきゃやらなきゃってなって、まあとりあえずもういろんなそのレンタル CD で聴き漁ったり、まあそれこそジュリアナのなんかシリーズとかも聴いたし、そういうまあテクノ寄りのゲームミュージックもいっぱいサントラ聴きあさって、まあそこでまあ初めてやっぱやってはちょっと好きになるんで、あなんかちょっと面白いかな、なるほど、聴けばあなるほどねみたいな分かってくると、あかっこいいのかな、これがツボなんだ、あここがかっこいいんだみたいな。そうですね、やっぱ分かってくるんだねそれはね。やっぱりさすがに分かってきて、ただまあじゃあ作るってなった時その組み立て方、まあ僕の場合コード進行があってメロディーありきだったんで、テクノって基本的にはコード進行がなくてメロディーないじゃないですか。ないですね。リズムを楽しむっていうでそれをこうやっぱ長く作っていくのって難しくて、まあ正直どうやって作っていいのかなって、ね、言うても8面だっけライデンファイターズ8面いっぱいあるしね作りましたね頑張って、結構まあやっぱ悩みながら作ったっていうところはありましたけどね。いや苦労すごいしたんじゃないかなって思いつつも、どうしてもかっこよくならなくてなんか自分でそうではないなって思いながら、まああの当時はねまだその一つのタイトルにかける時間って長かったんで、まあ悩む時間もあったんで、あったから、ずっともう1週間ぐらい聞いて終わりみたいなねこともあったし、じゃあこう着手するまですごいなんかその重かったゲームの一つ、まあ割となんかセンスねえなと思いながらセンスでこの時同時期に作ったそのライデン DX の家庭用とかでまあ実力発揮するみたいな、まあだからさっきやりたいことはこっちみたいな感じでしたよね。それでバランス取ってそうですね。いやでもね僕は郷さんのサントラ作っちゃうぐらいあれがかっこよかったですよ。そうです。そうやって言ってくれればまあねやってよかったんだなと思いますね。この曲作った人頭おかしだろうと思っていやライデン2の作曲者とバイパーの作曲者とファイターズの作曲者が一緒とか当時知らないですから僕。あ当時知らない。あまああんまり出てない情報もそんなにね提示がないじゃん。ネットもないし。確かに。なんだこれかっこいいなと思って。そうなんですね。もう全部聴きたくて金に俺あんまりそんなゲームうまくないからさ金に物やして最後まで聴いてあの最終面だけコンティニューすると一番最初に戻されるんだと。もうなんかもうエンディング聴きたかったけどあこれ最後だけクリアしなきゃいけない。あなるほどね。いやでそれぐらい好きだったんですけど、もう久しぶりにだってゲーセンの筐体で録音しましたけど。ああやったんですね。やりましたよファイターズすげえ好きでした。あでもそれはもうあれですね作った側としてはもう嬉しいからなんだろうねすごいなんか画面に合ってるというかテンション上がるっていうかすごい良かったなと思って。そうです基本的にまあテクノ以外の曲もそうだけど僕ブレイクって作らないんですよ。曲でガーって盛り上がって途中で静かになってまた盛り上がるみたいな構成じゃないですか。やっぱりシューティングゲームって基本的にはこうずっと激しくあるので、なんか曲でそのテンション下げるのってあんまり意味ないのかなと思って。俺はそこはだから畳みかけるってそういうこと。畳みかける。休む間もなく。キーポイントですね。わかりました。そういうコンセプトありましたよね。わかりました。そんな佐藤剛1年後になんとライデンファイターズ2を作れと。そうですね。そしてコンセプトは同じテクノサウンド、まあキープコンセプトっていうふうに言われたんで、じゃあ1年間でどれだけ郷さんが成長したのか、楽曲ライデンファイターズ2前線基地のステージ、じゃあぜひ聴いてください。よろしくお願いします。何これめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。まあでもね、まあ基本的にはキープコンセプトっていうところではどっか前と似てるなっていう部分をまあ作ったりもしてるんですけどね。いやね、ファイターズはねちょっと僕の中でもすごく神格化されてる部分っていうのがあるんですけど、やっぱねなんですかね、この音楽が殺しに来るみたいな音色選び的な部分もそうなんですけど、でワンって結構同じリフをこう押していく感じなんだけど、ツーってちょっとこうひねりが若干こう入ってるじゃないですか。そうですね、やっぱ若干その辺はまあ少しね慣れてきたのこなれたような感があって思ってますけどね。ああ、いやかっこいいですね。もうなんか久しぶりになんか聞いたっていうのもあるかもしれないですけど、まあすごいかっこいいななんて思いつつ、でも今となってはで今当時はなんかその嫌悪感だったり俺聞いてねえんだけどみたいなのあったと思うんですけど、でもやっぱ今ってその音楽は音楽なわけで、まあ平等に見れる目っていうのは当然持ってて、だからじゃあ今テクノ作れって言われたらやっぱりこう今佐藤剛さんがテクノ作ったら全然違うものができるっていうところで、わびさびの部分もだいぶこうツボつくとも違うとは思うんで、やっぱ必要だったんですね。あ、でもねこれがあるから今、まあ今僕まあ得意って言ってしまうとね、いやいやお前はって言われるそうだけど、まあこれがあって経てやっぱりそのなんだろう、やっぱりあなんか苦手だなっていうのはずっとあったんで克服したいっていう気持ちがあって、この後もずっとテクノをこうどうすれば作れるかなってこう研究してたんですよね。あ、本当？でそれがあるから、まあ、たまに今でもテクノの仕事ってくるんですけど、今苦手意識はなくなって、で、あテクノってこうすればいいっていうのは今自分の中の、まあ、それが正しいかどうかっていうのは周りから見てね分かんないけど、少なくとも自分にとってはこうなんだろうなっていう一つ答えもあるんで、なるほど。そこ今そこはもう迷いなくブレることもなく作れると思いますね。なるほど。いやそういうところもすごいなとは思うんだけど、とにかくね、僕正直リッチレーサーとか、鉄拳とか、FA とか聞いても僕は何も感じなかったですけど、ファイターズに関しては。もうビビってきちゃったんですよ。あ、本当ですか。これはもう僕の個人の感想なんで、別にその好みの問題、音楽の好みの問題じゃないですか。だからゲームミュージックが一段階上に行った時期がその90年代なのかな。選んでゲームミュージックも聴くみたいな。ね、なんかそういう時にありましたよね。そういうところに行ったんだろうなっていう一つの証明なのかなっていうところで。それはありますよね。で、この後、郷さんはライデンファイターズ2を最後にセブ開発を退社してしまうと。そうですね。ちょうどそれが最後でしたね。でこの後ね、なかなかこうアーケードゲームに携わることがなくなる。アーケードはまああんまり、そうですね、その後っていうのは、まあ、ゼロではないにしても、まあ、減りましたよね、基本的にはね。言える範囲で経歴って説明して、経歴、まあそうですね、一応セーブ後に僕一回ちょっとパチスロメーカーにちょっと行って、まあパチスロメーカーが、まあ、ゲーム作るからって言って募集して受けたんですけど、まあ結局なんかとは言いつつ、あ、作るのはパチスロだなと思って、あ、ちょっとやりたいこと違うなと思って、まあ、すぐ辞めて、でその後に、まあ、某老舗メーカーに、大手、まあ、大手老舗メーカーの、大阪の開発子会社に就職して、でまあそこは基本的には、まあ、ほぼコンシューマーメイン、で特にスポーツゲーム特化した、まあなんか実況する野球ゲームだったりとか。ああ、わかりやすいですね。パワーなんとかなんとか野球あれをやっている。ちょっと担当したりとかして、でも基本的にはあれですよね、やっぱアーケードから離れたっていう形でしたよね。なるほどね。まあでも音楽を作る仕事はずっとなさっていたと。ちょうどライデンファイターズ2が97年に出たんで、でジェットが98年、ジェットは郷さんではなく後任の橋本さんが、そう、橋本君が西武開発で作曲、まああれはジェットはジェットですごい人気ある。あれはね、あれでかっこいいなと僕は思うし、俺もいいんですよね。ね、あれも結構人気ありますよね。郷さんのサウンドをこうねうまく引き継いで自分のオリジナリティみたいな感じでね、さすがだなと思いながらね。ジェットも流したいぐらいですけど、ちょっと今日郷さんじゃないんで流せないんですけど、はい、わかりました。そんな佐藤剛何年ぐらい放浪してたんですか？ 97年にお辞めに西武ライズをお辞めになって8912345 年ぐらい8年ぐらいですかね。8年ぐらいアーケードから離れてましたね。じゃあ8年経って戻ってきました。ライデン3聴いてみますか。じゃあライデン3より一面の曲ライトニングストライクス、じゃあ聴いてください。よろしくお願いします。いや2005年末だったかな、ヘイでライデン3のロケテストをやってましたね、ロケでね。でその前にね、2005年の夏に僕も会社独立してライデンファイターズの DVD を作るために西武開発さんと打ち合わせずっとさせていただいてて、で実はねライデンの続編出るんだよって言われてて、えっっていう感じで、ね、なんかティザーサイトみたいなものがなんかちょうどその直後ぐらいに出て、本当にライデンの続編作るんだみたいな感じで、でその、まあ、当時はその郷さんがもう、いろんなネットの情報とかがまあ構築されてきた時期で、郷さんがライデン2やって、でファイターズ1と2やってるとかもう知識はあった。バンダイビジュアルさんでしたっけ、なんて忘れちゃいましたけど、ジェットのサントラが途中で出て、2000年ぐらいでしたっけ、あ、じゃあ98年ぐらいでしたっけ、出て、で郷さんコメントを寄せてたりするじゃないですか。もう郷さんっていう人がそのライデンシリーズのまあまあ違うんですけど曲作ってるっていうのはもう認識している中で3が出るっつって聞いて、でまあ DVD 売るのにそのファイターズの曲もそうですけど、サントラかセットでつけれたらいいなみたいな。でさらにその今絶賛開発中の3の告知的な映像をつけれたらいいなみたいな感じで、西武開発さんが今モスさんってとこが作ってるからちょっと行ってみろみたいな話、話はそっちでしてくれみたいな。もう来年3の曲書いてるの誰なんですかって今駒田社長にね聞いたら、いやいや佐藤君だよって言われて、いやーなんて素晴らしい選択をしてるのかなというようなところで、暑い夏を2005年の夏にね、聞いた話だと最初は違うそのモスさんと付き合いのある外注にやらせようとしたらしいんですけど、あ、そうなんだ。やっぱりその雰囲気全然違うから、まあそれじゃやっぱり違うよねってことで僕に話したらしいんですよね。あ、そうなんだ。でさ、12月2005年の12月ヘイでさ、ライデン3と茨がねロケレースを同時にやってて、ライデン3と茨が並んでるんですよ。でみんな並んでて、でもう僕も並んでライデン3やって、あのライトニングストライクさっき流して聞いた時に俺涙でその本当にかっこよすぎてびっくりしちゃいましたよ。本当になんだこれはと、犯罪だろうと、そこまで。なるほど。あれでタイプ X っていうボードで出てるゲームなんですけど、タイプ X ですよね。あの辺は音源的にはどういう感じなんですか？もうあれは完全にストリーミングで、ストリーミング、まあそうなんだ。で郷さんが家っていうか、まあ作った音が、会社で作った音がそのまま流れてる。あ、そうです。だから内蔵音とか使ってないので、まあ家でこう作ったものがそのままもう再生されるっていう。なるほど。僕にとって初めてのストリーミングの作品で、実は3がそうなんだ。そうなんですね。今まで全部内蔵音でやってたんですけど、まあその自分の手持ちの機材の音がそのまま出るっていうのは初めての作品なんですよね。なるほどね。でライデン3ですごくなんかまだモスの駒澤社長はもともと西武開発でライデン作ってた人なんですけど、まあそこのモスさんが独立なされてやっとライデンが出るというところで、結構俺迷ってたんじゃないかなと思ってたのが、その前半の面はいわゆるその前か清じゃないですけど、いわゆるそのメロディー、いわゆるバイパーフェーズ1とかライデン2の系譜の曲で、5面以降が結構ライデンファイターズみたいなテクノっぽくなるっていうところで、あれは指定はあったんですか？あれは逆でガラリと変えたいって最初言われたんですよね。でどっちかっていうとその5面以降のテクノチックなサウンドでいきたいっていう。ああ、もともとはファイターズっぽい楽曲で並べたいってことなんですね。でも逆に僕の方からまあでもファイターズではなくてライデンのシリーズなので、その過去の作品のテイストは持たせた方がいいですよ、絶対必要だよと話で、じゃあ前半区切りがいいので前半はライデン、過去のライデンのこうカラーを引き継いだものにしよう、でそこからまあ変えてもいいんじゃないかってことで、僕ね散々前川清とか言ってたけど、ここに来て前川清は必要なんじゃないかと。2005年ついに前川清を肯定する日が来たと。そうですね、必要だと。清がいないと、清はどこだと、いないじゃないかと。ライデン3のその楽曲のテイストが前半と後半で違う理由っていうのはそこから来てる。もうそうですね。だから僕が提案しなかったら多分全部テクノチックになってたと思うんですよね。なるほどね。これがまあちょっと今日は時間がないのでライトニングストライクしか流さないんですけど、僕実はライデン3のボスの曲が本当は一番好きなんですよ。あ、マジですか。あれが多分究極のライデン曲だと思ってて、メロディーとそのファイターズと前川清の融合っていうのが完全にできてるっていうか、ファイターズ前からテクノ調の前川清みたいな。そう、あれはね僕の中で郷さんこれなんか神が降りてんじゃないかな。あれはだからコンセプトとしてやっぱりテクノっていうのが最初に来たので、まあちょっとテクノチックにしよう、でまああとはなんだろう、やっぱり過去のライデンのボス曲にちょっと近づけなきゃいけないなっていうのがあったので、まあそれでできた、まあ、テイストですよね。なるほどね。いやでもね俺このライトニングストライクスはね本当に聞いてね涙出たよ。あ、本当ですか。本当にかっこよすぎて。正直こういう曲調を作るのはすごい久しぶりだったんで、まあその郷さんの仕事の流れの中でね、そうですね、全然違うような、まあ外注として音楽制作を受けた3ですもんね。3なんでシューティングなんかしばらく作ってないなと、でなんかもう正直何度かいろいろこう別に来年のためというよりはちょっとたまにはシューティングっぽいの作ろうと思って作ってみたんですけど、なんか違うんですよね。ああなるほど、うん、なんか俺もう忘れちゃったのかなと思ってただまあで来年の仕事が来て3の仕事が来てでまあやっぱり何度か作っては捨ててやったんだけど、だんだん思い出してきて、あこうじゃねって思って作ったのが最初のライトニングストライクス。なるほどね、いやライデン3の曲はねすっごい思い出あるんで、なかなかこう語るとね長いんですけどもね、まあそんな戻ってきたぜ佐藤剛、2年後ついに出ました新作ライデン4。ライデン4じゃあ2曲続けてそんな佐藤剛のライデン4 2曲続けてじゃあお聞きしたいかな。はい、1曲目「アストーミーフロント」1面、2曲目「キャントリトレース」2面、はい、じゃあ続けてどうぞ、はい、どうぞ。はい。待ってよ。お、マイク入ってるかな？マイク入ってる？いや、ちょっと待ってください。ライデン4のその久しぶりに原曲聞いたんですけど、何これめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ありがとうございます。俺も久しぶりに聞きましたけどね。いや。ライデン3からよりギターの音がロックよりに重く。そうですね。ライデン3は確かギター入ってないかな。入ってない。入れてなかったと思うんですよ。よりロック色が強くなって。これはもう完全に弾いてるギターを入れてるんで。あれ弾いてるの1はこれまた全然違うんですか。より重く、そしてよりメロディアスに。そうですね。ライデン3は先ほど前半と後半で全然音楽性がガラッと変わるって話をしたんだけど、ライデン4は一貫してこういう結構ヘビーメタル的な、いわゆるハードロック的なアプローチになっていると、今1面と2面の曲だけなんですけど、で音色的にもすごい重めな感じで、そうですね、なんかやっぱりそういうのがやっぱりこうやっと音として出せるようになってきてるんで。これはモスさんの指定？いや、そこはもう自分の自由っていうか、自分の裁量で、まあ今やるんだったらこういう感じかな。いや、俺さ、ライデン4のロケテスト行ってさ、一面の曲聴いたときに、もうね、ゲイリー・ムーアかマイケル・シェーンカーか佐藤浩かみたいな感じで「テレーテレレレレ」とか「何これ、これめちゃめちゃかっこいいんだけど」と思って。ああ、どうもありがとうございます。いや、すごいなと思ったんですけど、じゃああえて今回はそのガラッと変えるのではなく、一貫したコンセプトでやる。そうですね。まあやっぱりそのテクノでってしては今回これはなかったので、まあテクノはやらなくていいかなって。でこの頃ってもうネットって普通にあるから、いろいろユーザーさんのこう声聞けるじゃないですか。やっぱりキープコンセプトっていうのはやっぱり望まれてるらしかったので、でじゃあやっぱりライデン2的なそのサウンドっていうのを維持しながら、まあ今できる新しいことをやろうっていう形で作ったんですよね。で、皆さんお気づきになったでしょうか。呪いのビデオみたいですけど、ストーミーフロントで初めてチョッパーの音がライデンで。あ、そうですね。ライデンってそのチョッパー的なものはね、まあこのうんぺんうんぺんいうやつですね。まあ合わないなと思って避けてきたんですけど、まあここまでいろいろ来たらもうやってもいいだろうっていうんで、ただあんまりこう全開バリバリやってしまうと、やっぱちょっとバイパーっぽくなっちゃうんで、そこはセンスよく使い分けて、抑えめにっていうところではあったんですけどね。なるほど。そうすることによってその前川清が少し薄まって。そうですね。やっぱりこうなんだろう、そういうファンキーなテイストっていうのは多分前川清サウンドにはないと思うんで、ないからね。だからこれがいわゆるその郷さんの一つの答えだみたいな。そうですね。なんだろう、キープコンセプトプラスなんかやろうとしたら、その土台となるリズムっていうのはそんなにこうベターなリズムじゃなくてもいいんじゃないかなと思って。なるほどね。まあ言ってみたらちょっとバイパー色が若干足されてるような。足された上での新しい2000年代のライデンサウンド。そうですね。みたいな感じで。そんな感じで。じゃあ2曲目のキャントリートレース。テンテレレテテテビベロね。テレレテテテテアラナタラララ。このカウンターメロディーこれ新しくないですか。シューティング的にこう。そうですね。まあもともとカウンターメロディーっていうのはこうなんだろう、一つの手法として一つ確立されたものがあるんですけど、まあ今までってそのあんまり理論知らないで作ってたところもあって、これって別に音楽理論とは結構ゲームミュージックのコンポーザーって関係ない部分っていうのが割と無視する、あえて無視する、あえて無視するみたいな。まあそれメタリカとかメガデスとかもそうなんですけど、ハードロックのメタルの。そうですよね。ここであえてそうですね、理論を理解した郷さんが帰ってきたわけですね。そうですね。やっぱりセーバー出た後ってやっぱある程度理論知らないとできないことっていっぱいぶつかってきたんで、ああ覚えなきゃなと思って、まあ今更ながらまあいろいろ勉強して、でまあある程度こう体得できた上でこう作ってるっていう。なるほど。成長した郷さんがキャントリートレースでやっとシューティングファンにそうですね見せれたみたいな。理屈的にこうここ中聞こえるものっていうのも一つこう形にできたかなと。なるほどね。で俺これさ2面の曲すごいなんか、いや前か清的ではあるんだけど、その全然なんかそういう感じがしなくて。で普通にまあキャッチでいい曲じゃないですか。でそのロケテストをやった時にすっごいなんか腹が立ったのが、そのライデン4やってることをやってる人だったら分かるんですけど、その2面ってその最初にあの高層ビルのシーンがあって、で中間に普通に航空で戦うんですよ。でそこで中央空出てきて、で最後谷間になるっていうあのシチュエーションなんですよ。であのロケテスト版がその中間のあの中ボスがあのいわゆるライデン3の2面のボスが連続して出てくるんですよ。これが早く倒すといっぱい出てくるんですよ。いっぱい出てくると「デレレレレ」っていうサビが谷までぶつかんないんですよ。ああなるほど、ずれちゃうんですよ。それをアンケートで僕が書いたんですよ。ふざけるな、早回しやめろっつって。あ、そうなんですか。そしたら製品版早回しなくなってた。反映されてた。そう、郷さんの曲と合ってないから早回しをやめろって書いたら、あの製品版なくなってて、ありがとうございましたみたいな感じ。言ってみるもんですね。言ってみるもんだなみたいな感じで。なるほど。そう、サビの時に谷間に入りたいって買ったんですよ僕。そのね、なんかこうシンクロじゃないですか。そう、それがなんか最初は早ましとか知らないから苦戦してそういう状況になってて、なんかロケテスト通っていくと早、お、これ早ましじゃんっつっていっぱい倒してたら、あれあれサビがなんかあの中間で来ちゃうなと思って、あ、これダメだ、絶対ダメだと思って、あ、なるほど、ロケテストのアンケートで早回しを2面消してくださいって書いたらなくなってたの。俺嬉しくて、ボスの皆さんありがとうございます。すいません本当に。なるほど、言ってみるもんそれ。言ってみるもん。まあ結構そのやっぱ開発の流れとかってよくさ、なんか画面見ながら作曲してますってさ、実際無理じゃん。まあ無理ですよね。でしょ、みんな綺麗事じゃないですか。まあ後付けというか後付けじゃないですか実際。だもうこれ絶対外せないと思って言ったらさ、もう本当に駒沢社長ありがとうございますみたいな感じ。すごいですね。そのね、作曲家が狙ってやるならねわかるんですけど、じゃないそのロケテをやったプレイヤーがそれを言ってそれをこう実現してるっていうのはありがたいですよね。すごいですよね。うん、相当センスのある人がいたのかな、もうすぐね、ありがたい。柔軟性のある人です。柔軟性のある人ね。わかりました。まあそんな感じで2008年ライデン4が出て、まあもうその頃には僕と郷さん知り合いだったりとかするんですけど。まあその後、そのゲームの中でその郷さんのクリエイティブが発揮していく以外に、まあバンドが結成されていったと。そうですね、バンド結成した時代、ね、のは2009年だったんで、はい、そのすぐ後ですよね。はい、で郷さんは2つバンド組んでいます。Hヘビーメタルライデンっていうバンドと佐藤剛バンド。先にまあ組んだのが佐藤剛バンド。佐藤剛バンド先でしたね。そうですね。佐藤剛、これですね。佐藤剛バンド。左からベース佐藤剛、シンセサイザージンジャーですね。ジンジャーさん。でイービー、あのいわゆる電子笛、安藤君。でギターのりょうくん。そしてイッチー。ギター2人。まあツインギターですね。うちは。でドラムのグさん。プロのドラマ。グさんガジプロのスタジオドラマですね。そうですね。この佐藤剛バンドとヘビーメタルライデン2つバンドがあるわけですね。ギター1人目池田美のロック、2人目サクセスのわしさん。でシンセサイザーはサクセスの鶴久保さん。でベースが郷さんでドラムが川瀬さん。まあ2つのバンドがあるというところで、どっちも5年ぐらいやってますもんね。そうですね。佐藤剛バンド HMR ヘビーメタルライデンのその簡単な違いというか、その辺を説明していただけると。まあ HMR はまあヘビーメタルライデンっていうぐらいなんで、まあヘビーメタルっていうサウンドが土台になってるまあバンドですよね。で一方佐藤剛バンドっていうのはいわゆるフュージョン、まあメンバーもフュージョン好きなやつが多くて。まあロックっぽいところではあるんですけども、まあどっかそのまあジャズではないんですけど、もうちょっと軽いノリの軽いまあロックというかっていうのがこう土台になったまあバンドなんですよね。サウンドは結構ねそれぞれ違うと思うんですけど、まあその2つでこうまあ活動してますよね。まあどっちもね、客層音楽性含めて、まあゲームミュージックっていう意味では一緒だけれども、やってることは全然違う。やってるね。そうですね。郷さんって結構その今までずっと話してきた中で結構幅広いじゃないですか。まあ2つ聞いてなんか全部わかるみたいなところはあるかもしれないよね。まああるかもしれないですね。なるほどね。わかりました。そんな佐藤剛バンドヘビーメタルライデンで今月の21日ライブをやるのは佐藤剛バンドの方ということでね。で実はですね、昨年の7月郷さんのバンドと、HMR でライブを合同でやったことがあったんですよね。そのライブ、これですね、目黒ライブステーションでやったライブ、もう1年前ですね。このライブ以降、実は郷さんの関わるバンドは、西部開発時代のその郷さん作曲以外の楽曲もやっていくみたいなスタンス。そうですね、まあ自分がね着手したものではない、まあ純粋に自分が好きな曲を演奏するみたいなね。みたいなコンセプトが若干こうあってやってますね。今年のライブもそういったコンセプトを踏まえてやっていく。そうですね。ついに。株式会社グレフさん、有限会社グレフさんのストラニア、そして、なんとファルコムのイース2を JDK バンドアレンジを超えなきゃいけないと。そうですね、JDK さんと同じことをやってても、まあ、ただのこうなんだろうパクリになってしまうので、まあ、自分たちなりのこうスタンスで、まあ、臨もうかなと思ってるんですけど、イース2のちなみに楽曲は何をやるんですか？楽曲はやっぱり一番有名な曲だと思うんですけど、やっぱオープニングですね。タンタラララタタタタラタンツタツタツタタ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 ラララタラララじゃないですか。何を言ってるんだって話ですけど、イース2のオープニングが5バンドの再現。たまたまね、なんか最近他社さんの曲をやるようなきっかけもあって、またなんか新しいのやりたいねってなった時に、なんかイースってどうって言われた時にどうかなと思ってファルコムさんのホームページ調べたら、ファルコムのそのまあ楽曲は基本一定の条件をのっとって自由に演奏とかライブとか動画とか上げてくださいって歌ってたので、あ、じゃあこれやっても大丈夫なのかなと思って、じゃあこれはやるしかないだろうって。メンバーもやっぱりイース好きなものが多いんで。すごいね。去年の目黒行った人分かるかもしれないですけど、5バンドのサラマンダとかコナミシューティングアレンジメドレー、あれ聞いて俺が泣いちゃいましたもん。だってあ、マジですか。いや、もうそれね、やっぱり泣いてくれたらもうなんだろう、願ったり叶ったりでしたね。そんなゴーバンドがついにストラニアとイース2の曲、そうですね、やってくれるということね。また全然ね、全く関わってないこの2作ですけど、それをね、ありがたいことに僕らが演奏させてもらえることになりまして。わかりました。じゃあ最後に告知させてください。もう一度改めて、2016年8月21日、佐藤剛バンドライブイン大塚ですね。2016年8月21日8時より8時から開催となっております。チケット代が1000円、入場時に別途ドリンク代500円が必要となります。チケット販売情報は高田の馬場ゲーセン帝店頭はネット販売で、佐藤剛でググっていただければ多分ネット販売は、そうですね、僕のバンドのページがあるんで、そこで告知とか、購入方法って載ってるので、チケット代は安1000円。そうですね、そのね、自分たちの枠だけなんですけども。なるほど。対バン形式のバンドライブハウスになっててですね、郷さんたちは8時に出番となっている感じになっております。よかったらね、もともとのそのイベント自体が4時ぐらい、5時ぐらい、6時でしたっけ、対面になってるんで、飲んで楽しんでいただいて、8時から郷さんバンドの順番待っていただければ、40分ぐらいのステージってことですね。大体40分ぐらいですね。わかりました。じゃあその1000円のチケット、帝の方で販売しております。よかったらぜひご購入していただければ。お願いします。あと、検索していただいて、ネット販売、WAZOO ですね。WAZOO の方で購入できますんでね、ぜひ皆さんでみんなで楽しめればなと思っております。僕も行きますんで、みんなでワイワイ騒ぎましょう。そしてイース2で涙しましょうみたいな感じでね。JDK じゃないイースってなかなか聞くことないと思うんですよね。いや、郷さんバンド多分 JDK に負けないぐらい仕込んでると思うんで、一応原曲と同じテンポっていう無茶なことを今やろうとしてて、弾けてないんですけど、ダームの塔が陥落しましたと、いかがされましょうみたいな、見届けましょうみたいなね。じゃあその辺も含めて楽しんでいただければなと思います。じゃあ佐藤剛さん、今日は長々誠にありがとう。こちらこそありがとうございました。剛さんの後追いファンがもしね、皆さんの周りにいらっしゃいましたら、今回の動画のアーカイブを YouTube、URL で振っていただければなと思いますけれどもね。じゃあ今後もね、素晴らしい楽曲を期待しております。ゲスト池田メイドロックのそんな感じでお願いします。 EX4、ゲスト佐藤剛さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、はい、池田美乃ロックのそんな感じでお願いします。 EX4 以上終了。ありがとうございました。じゃあ最後、53バンドのライブの映像でお別れしたいと思います、はい、じゃあ本日は長々ありがとうございました。ライブよろしくね。よろしくお願いします。ミカドで前売り売ってるよ。売ってます。すいません、今日はありがとうございます。どうもありがとうございました。